たんだ。素振りを見ると、フェアウェイには行ってないって言いますけれど、はい、打ち方としてはこの打ち方の方がまだ打ててる感じですね。バンカーの右サイドを打てますね。そこまで右から回してきた選手は私初めて見ましたね。おーという声が聞こえてきましたが、素晴らしいですね。これはすごい。3人ともに左に品場ではありません。視線は良さそうです。ああ、しかしこれは左に行ったか。ああ、左のバンカー左に行きませんね。これちょっと左だラフで止まっちゃうかな。そうですね、左のラフに。番号はビオパレスリゾートガン所属藤田ひかり。ボールが捕まらずにまっすぐ出てしまう傾向があるんだけれども、今年はもうそれでいいと思いますと話をしていました藤田ひかり。曲がり幅あ、入った。ドーン、はい、ナイスドーン、ナイスドーン。いや、まあ入っちゃえ。やめて。戻ってくる。戻る。あ、戻ってきた。いやー、厳しい。なんか言えよ。ふお。とにかく一勝という大きな目標があります。藤田の第3打です。80ヤード、85ヤードぐらいですかね。まだ戻る。寄っていく。ふおー。左キック。多いんちゃうね、やっぱり。多いと思うね。自信者は。続いて藤田プロのティーショット。おお、なんでしょう。本当に止まんなかった。止まんなかった。いいですね。いや、おいしいね。完璧ですわ。藤田プロ、ナイスショットです。ツーオンに期待がかかります。いいなーって思えるな。楽しいやろな。この選手の特徴
私は裏側からも下から追わないようにきちんとボールの芯を打っていくっていうね、そういうところがボールコントロールになっているんですゴールの世界に導いてくれたお父さんの高之さんと回った思い出のコースでもあります。藤田もしっかりといい位置に、エピックスターアイアンの7番アイアン、はい、ちょっと打ってみてください、はい、プロ普段7番は何ヤードぐらいでいつも150ぐらい、うん、150ぐらいって音がすごいですね182ヤード超飛ぶじゃないですか。違反ですね。すごい飛んでそう190ヤード飛びすぎじゃないですかこれ。ちょっと自分の7番アイアン打って現実に戻ってなんか全然違う、この球の遠くに行く感じが、うん、キャリーで144のトータル153ヤード、はい、今の結構良かった192ドラコンやってるみたい背伸びした気分になる樋口、すげえ、ナイスオン、上手ですね。ナイスオンです、ナイスオンです。決まっていますので、はい、まあ、でもアプローチはまずやりますね。皆さんね、どうなんですか、自分がちょっとやはり気になるクラブをやっておきたいと思うのか、あるいはどっち、まあ、これ人によるんでしょうか、う、ね、調子のいいクラブをやっぱりそのまま試していきたい、これどうなんでしょう。そうですね、やっぱりショートホールで使うクラブとかあるじゃないですか、で、まあ、ショートホールでも1番手ぐらい変わるじゃないですか、はい、変わりますね、それを練習しておくっていうのは大事ですよね。急にそのホールで初めて使うより、はい、練習場で打ってるっていうイメージの方が大事じゃないですか、はい、で打ったことがあるっていうことが自信にもつながるので、やはり不安を残さないっていうのが大事ですよね。もうすでにほぼほぼ賞金シードは確定させています。全員ナイスショットでしたね。そうですね、はい、ナイスショットいたしましたのは